続きです。さあ今回ですけれども、キャッチボールの基本の投げ方、強いボールを楽に投げられるようになるコツをご紹介していきたいと思います。はい、というわけで、キャッチボールはですね、守備の基本になります。いくらロックとか、守備の練習をしたとしても、キャッチボールができてないとですね、暴投してしまったりとか、弱いボールになってしまってアウトにできるところがね、セーフになってしまったりとか、そういうね、残念な結果になってしまいますので、そうならないためにもですね、今回お伝えするキャッチボールのコツをマスターして、しっかり正確に強いボールが投げられるように練習していきましょう。一つ目のポイントなんですけども、まずは自分の体重を右足にしっかり乗せるようにしていきましょう。そうですね、この時点でこうね、ふらついてしまう人とか、なかなかこう体重をこうね、自分で支えきれない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、でこの状態で、こう楽にこう立ってられるようにしっかり右足に乗っていきます。この時にもう一つポイントは、この股関節にね、こうしっかり乗るような感じで体重を支えてもらうと、楽にこう右に乗れると思います。これが一つ目のポイントです。で次に2つ目のポイントが、今右足に体重乗りましたよね。その乗った状態をしっかり体重移動していくっていうことなんですけど、右に乗ったらこの状態で左足をついていく、右に乗ったらこの体重をキープしたまま左足をこう相手に向かってまっすぐ向けていきます。でこの右に乗って左足をついたこの時にですね、まだなんとなくこっちに体重6、こっちに体重4ぐらいの割合、もしくは五分五分ぐらいでもいいと思うんですけど、それぐらいの体重のね、比率を残しておいてください。右に乗って左つく、6、4ぐらいで乗せときます。でここでですね、ありがちなのが、せっかく自分の体重を右足に乗せたのに、次前に行く時にこうね、なんかゼロにしちゃうというか、力を抜けてしまう人が結構見受けられます。そうするとせっかく右に体重乗せたのに、その勢いが使えなくなってしまいますので、右に乗ってこうだとなんか抜けてる感じなんとなくすると思うんですね。こうしてこうだと、そうじゃなくて右に乗ったらそのままの、本当野球のピッチャーみたいな、野球のプロ野球のピッチャーとかで右にずっと乗ってパッと、ね、ついてると思うんですけど、そんな感じのイメージしてもらうと分かりやすいと思います。なのでしっかりですね、 1つ目のポイントで右足に乗ったら、次は6、4ぐらいでしっかり、ね、体重移動をしていく、これが2つ目のポイントになります。次にですね、3つ目のポイントとして、右に乗って乗せて、そしたら今度この左手ですね、左手をしっかり自分の胸の方に持ってきます。しっかり左手を相手に向けたら、右の方に持ってくる、胸の方に持ってきます。でしっかり右手を振ると、左手をしっかり相手に向けて自分の胸に勢いよくね、こう戻してくることによって、右肩が自然と前に出てくるので、これもしっかりやってみてください。これを意識するだけでもだいぶ体のキレも変わってきますし、投げるボールの威力も変わってくるので、3つ目のポイントとして、相手に向けたこの左腕をしっかり自分の胸の方に持ってきます。はい、では次4つ目のポイントは、ボールを離す位置はしっかり顔の前でボールを離します。このリリースポイントって言ったりしますけど、このポイントがバラバラだとやっぱり暴投の原因になってしまいますので、しっかりですね、ボールを投げるときは自分のね、顔の前、目の前で離す、これをねしっかり一定にすることが大事です。顔の前でね、ボールを離すっていうことを覚えてれば、だいぶ暴投してしまう確率も減っていきますので、しっかりね、自分のリリースポイントはここ顔の前っていうことを覚えてやっていきましょう。はい、では次ですね、この腕の振り方なんですけど、やっぱよくありがちなのが、こう肘が下がってしまって、こう
うまく投げれないということってあると思います。よくこう肘を上げて投げなさいってね注意された方も多いと思うんですけども、この時にですね、まあ、キャッチボールでこの肘をしっかり上げる癖をつけるためにどういうふうにしたらいいかっていうとですね、この右足に乗って次投げに行く時にですね、グローブと手をですね下に思いっきり振るんですね。下に思いっきり振る、そうすると自然とこう上に上がってきます。下に振ろう、こう上げようって思わなくてもこう下に振ろうってバンってこう下に振ろうとすると自然とこうね設定で上がりやすくなるんで、構えて右に乗って投げに行く時にですねパッてやってもらうと下に振ると右手が上に上がりますので、その反動を利用してで投げる。右足に乗ったら腕がなかなか上がりづらいっていう人はこういうこともちょっと試してみてください。そうすることによってですね、もう無理自分でこう肘をね上げよう上げようって思わなくても下にこう振ることでしっかり肘が上がって投げられるようになりますので、これをぜひねやってみてください。次、足ついて実際にボールを離すタイミングですね。右に乗ってで、ここから最後この左足一本で立つ、それぐらいしっかり体重移動することが大事です。それで大事なのが投げ終わりになります。この投げ終わった時にですね、しっかり体重を乗せて左足一本でこうね自分の体重を支えてられるってことがね結構重要になってきますので、それもですね、まあ、下半身が弱いとなかなかこうね後ろに行ってしまったりとか乗り切れないっていうことがあると思うんで、まあ、その辺もぜひ練習してみてください。はい、というわけで最後におさらいしていきたいと思います。まず一つ目のポイントが右足にしっかり乗ること。この時に股関節に体重をねこう乗せる感じだと結構キープしやすいと思います。で、次のポイントが右足に体重を乗せたまま左足をついていく。で、その時のポイントが6対4ぐらいの体重の割合です。で、ついて実際投げるときは最後左足一本で立てるようにしましょう。右足に乗ったら6、4ぐらいでついて左足で一本立てると。で、まあ、上半身のポイントとしては投げるときにしっかりねこう下に腕を振ることによって腕が上がりやすくなります。で、この向けた左手をしっかり右の方に持ってくる。そうすることによってより右腕が振れるようになります。で、最後にこのボールを離すポイントっていうのはしっかり顔の前でボールを離すようにしましょう。今お話ししたですねポイントしっかりねマスターしてみてください。しっかり体重に乗って体重移動をして、さらに体のね全部上半身も下半身もしっかり使って最後ね顔の前でリリースポイントするっていうのをやっていただけますと結構ねいいボールが投げられるようになっていくと思いますので、ぜひ練習してみてください。はい、というわけで今回はキャッチボールの基本の投げ方、強いボールを楽に投げるコツ7つご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。この動画ではですねソフトボールの上達に関する情報とかソフトボール関連のお話をしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では今日はここまでにしたいと思います。また明日の夜7時にお会いしましょう。バイバイ。